こんにちは、ユニバープラスの天野です。皆さん突然ですが、勉強普段やってると思うんですよね。で、なんでこんな勉強やってるのかなとか疑問に思ったことありませんか？自分もこう中学生の時どうだったかっていうと、めちゃくちゃ疑問に感じてたんですよ。こんなことして意味あるのと。例えば歴史の勉強、年号とか覚えたり昔の人物覚えたりして、こんなの意味あるのと、ね、俺は過去を生きてるわけじゃないと、今を生きてるんだとか、そんなこと言ったりとかね、数学の公式とかね、円の面積、大人になってこんなの使うのかと、文句を言いながらこう勉強をしてたわけなんですよね。で、そんな自分が大人になって今中学生のこう勉強を振り返った時に、こういう勉強の意味があったなとか、あとは自分が今実際塾の先生としてこう中学生を教えてる立場として、勉強ってこういう風にやったらいいんじゃないかとか、こういう意味を持ってやった方がいいんじゃないかっていうことを今日はお伝えしたいなと思うので、最後まで見てください。じゃあちょっと考えてもらいたいんだけど、みんなが今勉強してる理由って何だろう。例えばテストがあるからとか、高校受験のためとか、あとは宿題が出された、課題が出されたとか、そういう理由で、勉強とかやってると思うんだよね。で、もちろんそれって大事なことだと思うんでね、テストに向けてやるとか、日々勉強やらなきゃいけないからやるとか、そういうことってすごい大事だと思うんだけど、それ以上にもっと大事なことっていうのがあると思うんだよね。で、それが何かっていうと、勉強を通して頑張り力っていうのを鍛えてほしいんだよね。で、頑張り力って、言葉で言ったらもうそのままなんでね、勉強を通してそれに向けて頑張っていくとか、一生懸命やるとか努力するとか、言葉にするとすごいこう古臭いというか、なんか綺麗事っぽく一瞬聞こえちゃうんだよね。なんだけど、それってすごい今だけじゃなくて、大人になってからもめちゃくちゃ大事な力になってくると思うのよ。だから今こうやって何のためにやってんだろうって思うかもしれないけど、その勉強を通して一生懸命頑張るっていうことが絶対将来につながっていくと思うのね。で、人生で頑張る時って絶対どっかで来ると思うんだよね。ここぞっていう時に壁を越えなきゃいけないとか、苦しい状況になった時に、じゃあそれを乗り越えなきゃいけないっていう時は絶対来ると思うんだよね。中学校で終わりじゃないと思うんだよね。その後も高校の例えば部活一生懸命頑張りたいとか、大学受験があってそれに向けて頑張りたいとか、例えば大人になってやりたいことが見つかって夢に向かって頑張るとか、あとは起業したいとか会社作ってこう頑張るとか、頑張るタイミングって絶対これから人生で出てくると思うんだよね。でもそんな時に勉強からこう逃げちゃって頑張ることをしてこなかった人って、そういう目標を持った時に絶対そういうのって叶えられないんだよね。だから今目の前の勉強っていうのを逃げずに一生懸命やってほしいのね。で、それが絶対自分がどっか大人になった時に頑張ろうと思った時にそれが絶対生きてくるから、そういう風に捉えてほしいのね。じゃあ頑張ることって勉強じゃなくてもいいんじゃないのって思った人もいるかもしれないよね。例えば部活頑張るとか、習い事頑張るとか、それももちろん大事なことだと思うんでね。なんだけど、勉強じゃないと得られない力ってあると思うんでね。で、よくこう考えがちなのが、中学勉強して高校勉強して、大学卒業したらそっからはもう仕事します、勉強終わりって思っちゃう人多いと思うんだけど、でも大人になってから仕事していく時って学ぶことだらけなんだよね。例えば明日までに自分でこうプレゼンをするから、自分でこう勉強してそれをまとめるとか、あとは分厚いマニュアルを読んだりとか、参考書自分で買って読んだりとか、仕事のために必要なものって自分で本屋行ったりして買ったりとか、インターネットで調べたりとか、もう大人になってからも勉強することってたくさんあるんだよね。だからそれがやっぱり部活ももちろんそうだし、習い事ももちろんそうなんだけど、勉強じゃないとこう得られない力だと思うんだよね。で、もちろんその勉強っていうのが、今の仕事と直接関係ないかもしれないよね。例えば自分だったら今塾の先生やってるから、中学校でやったことっていうのがこう生かされてるけど、全員が全員こう塾の先生になるわけじゃないよね。いろんなこう世の中仕事あるから、いろんなこう仕事についていくと思うんだけど、でもそこで教科書自分でこう読み込んだとか、本たくさん読んだとか、問題集たくさん解いたとかね、できない問題をこうできるようにしたとか、そういう経験っていうのが大人になってからも、自分のそれぞれやりたいことの分野の中でこう生きてくるんでね。だから今の中学生にこう伝えたいこと、この動画を通して伝えたいことっていうのは、まず目の前の勉強ちょっと頑張ってみようかなっていうふうに思ってほしいんだよね。で、いきなり何時間もね、何十時間もやろうっていうのは、やっぱ勉強苦手だったりとかでちょっと抵抗ある人は、いきなりこうやろうとするとやっぱ続かないので、ちょっとでもいいです。教科書まず1ページ読んでみようとか、問題解いてみようとか、英単語ちょっと覚えてみようかなとかっていう風に、ちょっとずつでいいのでそれを続けていくっていうことをやってほしいなっていう風に思うんだよね。で、例えば自分で英検受けようとか、漢検受けようとか、テストに向けてちょっと頑張ってみようっていうことで、自分で一つ何かこう短い期間でいいので、あ、自分頑張ったなみたいな、そういう経験っていうのを持っていってほしいなという風に思ってます。なのでね、この動画通して、勉強なんでやってんだろうなって思う人結構いると思うけど、でもそこで
頑張ったことっていうのは絶対に大人になってね生かされていくので、ぜひみんなもね勉強前向きに頑張ってくれたら嬉しいです。じゃあこれで今日の授業終わります。お疲れ様でした。